刀鍛冶の里の11個の謎。今や大旋風を巻き起こしている鬼滅の刃刀鍛冶の里編、時任務一郎と甘露寺ミスリを軸に据え、炭治郎が禰豆子が、品津川玄弥が活躍し、玉子とハンテングという凶悪な鬼を討伐することでも知られています。そんな刀鍛冶の里編には多くの謎や秘話があることを皆さんはご存知でしょうか。特に注目したいのが禰豆子が日光を克服できた理由、ハンテング戦で炭治郎は透き通る世界を見れていたのか、なぜ刀鍛冶の里編では犠牲者が出なかったのか、伊調友道の意味、甘露寺の家柄、あざの正体、継国より一のあざ、より一ゼロ式の刀の謎、医者と薬、青い彼岸花、新上限の子、決戦。今回は刀鍛冶の里編で登場した全ての謎について徹底的に考察したいと思います。ということで今回は刀鍛冶の里編の全11個の謎について徹底考察したいと思います。また鬼滅の刃は最終第205話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。刀鍛冶の里最大の見どころは第127で禰豆子が太陽を克服できたことです。これ感動した人は多いですよね。そして禰豆子は太陽を克服できたと同時に、これまではムーとしか話せませんでしたが、少しだけ言葉を話せるようになりました。ではなぜ禰豆子は太陽を克服できたのでしょうか。これには3つの理由が考えられます。まず1つ目は自我を失ったことです。血を分け与えられ鬼になる最中で苦しんだとしても自我を失い続ける必要はありませんよね。ではなぜ禰豆子が自我を失ったのか。それはそれ以外の生命活動を最小限に止めるためだと考えられます。自我を取り戻すよりも重要で優先すべきことがあるのではないか。これは第127で玉代が炭治郎に向けた手紙の内容です。このセリフを読み解くと、鬼化に抵抗するために禰豆子の体内ではですね、生命活動のほとんどのエネルギーがウイルスと戦うことに注がれており、その代償としてそれ以外でですね、不必要だと体が判断した機能は著しく低下した結果、言語能力が失われてしまったと考察します。そして禰豆子はですね、炭治郎が鱗滝の元で修行し、最終選別に合格するまでずっと眠っていました。その期間は2年間。2年間も禰豆子が眠っていたのは、人間が風邪をひき始め寝込んでしまうのと同じような感覚なんでしょうか。そう考えるとですね、言葉を話せるようになっていたということは、免疫を獲得し終えている、もしくはですね、間もなく免疫が獲得できるということを意味するんだと思われます。他にも禰豆子以外にも自我を失った人物が2人いて、それが主人公の炭治郎と玉代の元にいる浅草の男性です。そして禰豆子含め3人とも自我を取り戻しています。鬼から人間へ戻るために必要な条件の一つとして、鬼化に抗うために自我を失うことが必要なステップだと思われます。そして2つ目の理由は禰豆子の体が特殊だったからです。十人気付けの中にすら現れなかった軽有な体質、選ばれし鬼。第127話、消えかけていくハンテングの死に際を通して、太陽を克服した禰豆子を確認した無惨が、そもそもですね、禰豆子は特別だということを認めています。そして禰豆子が特別だということがわかるもう一つの根拠があります。それは炭治郎も鬼から人間に戻っているからです。第200話、日の光で滅びゆく無惨はですね、炭治郎に自分自身の血を全て注ぎ込むことで、炭治郎を鬼にさせ、自分の思いを継いでもらおうと試みましたが、禰豆子や鬼殺隊の仲間に救われ、炭治郎は一時的に鬼になったものの人間に戻れています。そして鬼にならなかった理由として、第204話で後ろは禰豆子の血を口にしていたこと、そして金尾が忍から預かった薬を打ち込んだことを挙げています。そしてですね、鬼から人間に戻れたのは禰豆子と炭治郎だけです。二人は血が繋がっているので、炭治郎と禰豆子の兄弟がですね、鬼から人間に戻れたのであれば血筋的に恵まれていたという説が成立します。また二人は鬼である時にですね、太陽を克服していることもあり、無惨よりも鬼になれる素質があったということもですね、後ろによって作中で言及されています。そして三つ目の理由がですね、青い彼岸花をですね、摂取していたからという考察です。無惨が平安時代に医者から処方された薬に青い彼岸花が含まれていたので、太陽克服の大きな鍵として無惨は千年もの間ずっと青い彼岸花を探し続けていました。ただしですね、見つかるまでには至っていません。それもそのはずで、鬼滅の刃最終205話で分かったことなんですが、青い彼岸花は1年のうちにですね、なんと 2,3 日しか咲かず、それも昼間の日の光が当たる場所に限られます。またファンブックによると、その青い彼岸花は頼一の妻歌が埋葬されていた場所に咲いていたことが明らかになっています。そして公式ファンブック鬼殺隊見聞録2の戦国こそこそ話によると、鎌戸家の場所は頼一と歌が暮らしていた家と同じ場所であることが確定しているので、歌の墓も鎌戸家から相当遠くない場所にあると思われます。またこれは SNS などで噂されている説なので、確実性に欠ける部分はあるんですが、第39話にて炭治郎が加減の後ルイとの戦闘中でルイの血球値にやられそうになって、見た走馬灯の中で彼岸花に似た形の花が映り、それが青い彼岸花ではないかと言われていることもですね、鎌戸家が青い彼岸花を採取していたことの一つの考察材料ではあります。このようにですね、青い彼岸花を鎌戸家が摂取していたと思われる可能性は高く、そのおかげで鬼に対する耐性がついていたという考察はですね、十分にあり得ると思われます。
刀鍛冶の里編第126話で炭治郎の心臓が隠れているハンテングを後ろから真っ二つにして撃破しています。その際炭治郎はハンテングが心臓に隠れていることを見破ってるんですが、これは透き通る世界を見れていたからなのでしょうか。結論から言うと、この時に炭治郎は透き通る世界を一時的ではあるけど見ることができていたと思います。ではなぜ炭治郎は一時的にですね透き通る世界を見れたのでしょうか。頭の中が透明になると透き通る世界が見え始める。透き通る世界はですね思考の領域無我の境地であり、全てを極めた後にですね無駄を削ぎ落とすことによって頭の中が透明になってくることで見ることができる世界です。そして第126話では炭治郎はハンテングを撃破する直前に嗅覚に感覚を研ぎ澄ませていましたよね。その結果それ以外の不要な動作や思考が削ぎ落とされ、一時的にハンテングがですね心臓に隠れていることを見破ることができたんだと思われます。同じように炭治郎のようにですね五感が絞られることで透き通る世界に入った人物は他にもいます。それが岩柱姫島行明。行明はもともと目が見えないので使う感覚器官が少ない分ですね透き通る世界に入りやすかったなと思われます。また第191話では姫島行明は音をよく聞くことでですね透き通る世界を通し無惨の肉体を覗いているので、第191話の無惨戦でも五感に頼っていることがわかります。このようにですね透き通る世界に入るには無駄な動きや感覚を削ぎ落とすことはですね必要な発動条件の一つなんですが、さらに無惨戦と黒死母戦の姫島行明の戦闘描写から五感を研ぎ澄ませることが一つの要因になっていそうですと長々と説明してきましたが、ハンテングが自身の心臓に隠れていた時も同じだった。第151話のラストで炭治郎自身がハンテング戦で透き通る世界に一瞬入ったことを確認しているので、結論ですね炭治郎は透き通る世界に入りハンテングを倒したんだと思われます。前々回の無限列車編では第66話で煉獄巨次郎が赤座に殺され、前回の遊郭編では第97話で牛太郎によって宇髄天元が左腕を切断され鬼狩り引退まで追い込まれました。そして無限城編の第143話では胡蝶忍が道馬に、そして第179話で品津川玄弥と時臣一郎が黒死母戦で戦死、続く無惨との戦いでは伊黒尾花井、姫島行明、甘露寺光が戦死するなど、これまでの各章では多くの犠牲者を出しています。その中でなぜ刀鍛冶の里編ではですね引退者も犠牲者も出さない物語にしたのでしょうか。今回とオチが渋滞するからと思われます。刀鍛冶の里編のオチは第126話で禰豆子が太陽を克服したことになっています。ついに太陽を克服する者が現れた。そして第127話でそう発言した無惨は柱稽古編が終わってから上屋敷邸を襲撃することになるので、禰豆子が太陽を克服したことは次につながる非常に重要な出来事になっています。もし仮に誰かが戦死や引退するのだとしたら、無限列車編で煉獄巨次郎が死亡し遊郭編で宇髄天元が引退したことを踏まえると、刀鍛冶の里編で死亡候補者になるのは柱である甘露寺見つるか時と無一らだと思われます。ただここで誰かが死んでしまったらどうなのでしょうか。誰かが死んだことを嘆く描写、禰豆子が太陽を克服したことを喜ぶ描写、この2つを回収しなければいけませんよね。どちらに関心が向くかは読者によりますが、いずれにせよ読者の関心は分散してしまって太陽克服の重要さがですね認識しづらくなってしまいます。また誰か死ぬことによって炭治郎たちがですね禰豆子の太陽を克服したことを一同が手放しに喜べなくなるのも大きな懸念材料、当然お通夜ムードとなり太陽を克服したことに喜んじゃいけない雰囲気になるかもしれません。このように結局ですね誰かが死ぬことと禰豆子が太陽を克服することは両立できないと思われるので、後藤家小夜春先生の中では禰豆子が太陽を克服することを優先的に取り入れたと予想します。刀鍛冶の里編の主役の一人、霞柱時任無一郎。そんな無一郎はですね刀鍛冶の里編で兄時任雄一郎との過去を思い出し、あざを発言させるんですけども、第119話では過去を思い出す時になぜか胃腸が降り注いでいます。この胃腸の意味は一体何か。実は無一郎の兄への思いはもみじ、そして兄から弟への思いは胃腸で表現されているんです。第119話、無一郎の刀を打った鉄井戸と無一郎のやり取りが描かれています。鉄井戸はですね無一郎を柱の剣士としてではなく家族も記憶も失った天涯孤独の子供として扱い、無一郎の境遇を理解して未来を案じていました。そしてポイントなのは鉄井戸との会話のシーンでは大切な思い出という花言葉を持つもみじが降り注いでいるんです。そう、無一郎にとって身を案じてくれた鉄井戸との会話は大切な思い出だった。そして記憶を失っても怒りを覚えていても兄との出来事は無一郎にとって変え難い大切な思い出だったんです。次に胃腸についてです。第118話で鬼に腕を切り落とされ死を悟った兄雄一郎は神に願います。どうか弟だけは助けてください。そして60話の時を超え第179話でも同じように兄は願います。長生きしてほしかった。そう、雄一郎は無限の可能性を秘めた無一郎に誰よりも生きてほしいと願っていたんです。一貫してその思いは変わらない。そして第118話、第179話ともに長寿という花言葉を持つ胃腸が降り注ぐ中兄は願ってるんです。弟は失った兄を大切に思い続け、兄は天国から生きてほしいと願っていたんです。そして無一郎の誕生日はなぜ8月8日なのか。8を横にすると無限、無一郎の名前にも兄の思いは込められていたんです。
刀鍛冶の里編の主役の一人、恋柱甘露寺光利。そんな甘露寺光利の過去はですね、第123話の刀鍛冶の里編にて明らかになります。そして刀鍛冶の里編で明かされた甘露寺光利の過去には重大な秘密が隠されている。それが甘露寺光利は実在する貴族をモデルにしているというものです。それが甘露寺家。驚きなんですけども、甘露寺家とは天皇に仕える公家で、その中でも高級貴族のことです。甘露寺家の歴史は古く飛鳥時代まで遡り、日本最高の貴族の一つ藤原氏の藤原北家を始祖としています。そして甘露寺家は鬼滅の刃で描かれる大正時代にも貴族として存続しており、明治時代には家族として大正天皇の御学友として、その後もですね、大正天皇、昭和天皇にも使えるなど、約1300年間皇族に使える大貴族なんです。でも名字が一緒だけじゃないの？そう思うじゃないですか。実際に甘露寺光利が貴族をモデルとしている描写は節々に残っています。一つ目に、第101話で甘露寺光利が口ずさんでいる歌詞。第101話で甘露寺光利は禰豆子と一緒に歌詞を口ずさんでるんですけども、実はこの歌実在するんです。歌詞はこうです。みやさんみやさん、お馬の前にひらひらするのはなんじゃいな。あれは朝敵、征伐せよとの錦の御旗じゃ知らないか。とことんやれとんやれな。そう、この歌は明治元年1868年に作成された軍歌行進曲で、みやさんみやさんという曲です。主にですね、戊辰戦争で歌われた歌なんですけども、甘露寺光利が家族や高級貴族ならば知っていてもおかしくありません。2つ目の理由は圧倒的な食費です。第123話によると、甘露寺光利は幼い頃から相撲取り3人よりも食べ、かつ毎日桜餅170個食べ続けたことが判明しています。また甘露寺家は5人兄弟なので食費もバカにならない。普通に考えると相当なお金持ちということがわかります。そして3つ目の理由は出身地です。鬼滅の刃のキャラクターのほとんどは出身地が判明してるんですけども、甘露寺光利の出身地は東京府麻布区飯倉、現在で言うとなんと港区麻布台。表にまとめるとこんな感じなんですけども、甘露寺だけ東京の高級住宅街なんです。柱の中でも随一の大都会に住んでいることがわかります。このように名字だけではなく、設定なども含めて恋柱甘露寺光利は日本の貴族甘露寺家出身の可能性が高いんです。全集中の呼吸を極め、条件を満たした者が到達する鬼狩りの極地アザ。まずはざっくりとアザについて解説したいと思います。そもそもアザ者になる条件とは、全集中の呼吸を極めた上で心拍数が200を超える、体温が39度以上になる、周りにアザ者が現れている、この3つの条件を満たすことで体に鬼の文様に似たアザが発現します。特にですね、3つ目のアザ者が1人現れると共鳴するように周りの者たちにもアザが現れる。第128話の産屋敷あまりの言葉によると、1人のアザ者が現れると続々とアザ者が出現することが明かされています。そして第94話、遊郭編にて上弦の6牛太郎と戦う炭治郎はアザを発現させ牛太郎に見事勝利。その後はですね、炭治郎のアザが伝播する形で、刀鍛冶の里編では時藤無一郎と甘露寺光利、無限城編では姫島行明、品津川実美、富岡義勇、そして無惨との最終決戦では伊黒バナイがアザを発現させています。ではですね、アザが発現するとどんなメリットがあるのでしょうか。大きく2つあって、1つ目に身体能力が飛躍的に上がる、2つ目に鬼から受けたダメージが超スピードで回復する。以上より上限の鬼ともまともに戦えるようになるんです。確かにですね、第118話、記憶を取り戻した時藤無一郎はアザが発現し、無一郎の無は無限の無、その後はですね、上限の5玉光を上回る速度で圧倒していましたよね。しかしアザは代償も大きく、アザ者は例外なく25歳を待たずに死ぬのだ。国士坊曰く、アザの力というのは寿命の前借りとのことで、なぜかみんな25歳までに死んでしまうんです。ただ一人を除いては、それが次国より一。そしてここからが本題の謎なんですけども、アザに関する最大の謎の一つは、なぜ炭治郎は独力でアザを発現できたのかという点です。思い返すとですね、第94話、遊郭編にて上限の6龍太郎と戦う炭治郎は追い詰められながらも作中で初めてアザを発現してるんです。アザを発現した炭治郎は牛太郎の首を切り落としていましたよね。作中ではですね、実はこれが最初のアザの発言となり、その後は炭治郎のアザがきっかけで、刀鍛冶の里編で時藤無一郎と甘露寺光利、無限城編では姫島、品津川、富岡義勇、最終決戦では伊黒がアザを発言させています。しかしですね、無一郎や甘露寺光利は第94話の時点で一番最初の炭治郎がアザ者になったことで、炭治郎に共鳴してアザが発言したと言えるんですけども、炭治郎はなぜ独力でアザを発言させていたのでしょうか。もちろん炭治郎の周りには誰一人とアザ者はいなかったので、アザが炭治郎に伝播することは絶対にありえません。なのでこれこそが最大の謎なんです。
ここからは考察なんですけども、炭治郎にあざが出た理由は、炭治郎が火の呼吸の使い手だったからです。というのもですね、炭治郎の他に毒力で、しかも生まれつきにあざが発現していた男がいます。それが次国より一。より一は史上初めてあざを発現した人物であり、鬼殺隊の記録によると、より一のあざが周囲に伝播する形で、他の呼吸を極めた剣士たちにもあざが現れ始めたことが伝えられています。つまりあざとは、より一によってもたらされた力なんです。そして炭治郎とより一の共通点はたった一つ。それが火の呼吸。つまりですね、毒力であざを発現できるのは、火の呼吸の剣士だけの可能性が高いと言えるんです。400年前に生存した始まりの呼吸である火の呼吸の使い手、次国より一。より一は史上初めてあざを発現した人物であり、しかも生まれつきあざが発現していたんです。そんなより一のあざ最大の謎が、長すぎる寿命です。あざを出した者は例外なく25になる前に死ぬ。第170話、国士坊のこのセリフからもわかるように、一般的にはですね、あざを発現した者は弱い25までに死ぬとされています。しかしより一はなんと80歳を超えても生き続けていて、なぜ80歳まで生きることができたのかは作中では明かされていないんです。ではですね、ここからはより一だけが25までに死ななかった理由を考察したいと思います。そもそもですね、より一と25歳までに死んでいったあざものとでは何が決定的に違ったのでしょうか。結論から言うと、それは類まれなる才能があるかどうかです。始まりの呼吸である火の呼吸の使い手、次国より一は、言うまでもなく作中最強の剣士。つまり、類まれなる才能の持ち主です。そんなより一は、7歳になるまでは言葉も話せず、母にしがみついて回るだけの生活を送っていました。しかしある時、ズバ抜けた剣才を発揮し、兄、次国道勝の師範を打ち倒してしまうんです。また、幼い頃から透き通る世界にも目覚めていたり、その後鬼狩りになった後も、全集中の呼吸を当時の鬼殺隊の柱に指南。極めつけは独力で鬼物事務山を死の寸前まで追い詰めるなど、作中でもですね、ズバ抜けて最強の才覚を持っています。そんな才能あふれるより一だからこそ、あざの力をうまく利用できるのは当然なんです。しかしより一に及ばない才能の剣士たちは、あざが発現したらどうなるのでしょうか。つまりより一以外の全ての剣士にとって、あざとは自分の身の丈に合ってない才能能力と言えます。所詮は命の前借りに過ぎない。第170話の国士坊のこのセリフこそが真理。つまりより一の才能があるからこそ、あざをうまく利用できるんですけども、あざを他の剣士が発言した場合、ズバ抜けた才能がないため、短命という代償を払う形になるんだと思われます。刀鍛冶の里に存在する鬼殺隊士の訓練用のからくり人形、より一ゼロ式。そんなより一ゼロ式には謎が残っているんです。その謎とは、より一ゼロ式の中に入っていた黒い刀。第104話にて釜野炭治郎は虎徹の修行の一環でより一ゼロ式を撃破します。しかしその反動でより一ゼロ式は完全に破壊され、中には一本の刀が入っていました。しかしその後はですね、一体誰の刀だったかは明かされないまま、そのまま闇に葬られていきました。ではここからは刀の正体を考察したいと思います。結論から言うと、次国より一の刀。大きく理由は3つあります。まず1つ目の理由は時代の一致。少なくとも300年前以上の刀ですよね。第104話でより一ゼロ式の中に入っている刀を見つけた虎徹がこのように言ってることからも、1900年から遡って少なくとも300年以上前、つまり刀は1600年前後の刀だとわかります。したがって持ち主は戦国時代に生存していたことがわかります。そして刀の持ち主と思われる次国より一なんですけども、公式ファンブックによると、戦国時代に生存したことが判明しています。つまりより一が生きていた時代と刀が存在していた時代が一致しているんです。次に2つ目の理由は日輪刀の色。第129話、刀鍛冶の里編を終えた炭治郎は鋼塚蛍から新しい刀を受け取ります。言うまでもなくですね、炭治郎の新しい刀とは、より一ゼロ式に入っていた黒い刀を鋼塚蛍が磨いたものです。漆黒の深さが違う。そして炭治郎が見惚れるほど受け取った日輪刀は深い漆黒だったんです。普段は黒曜石のような漆黒なのね。そして第113話では、スヤ子のセリフから、次国より一の日輪刀が漆黒だったことが判明しています。
そう。炭治郎が受け取った日輪刀も、当時の頼一が使っていた日輪刀も、共に深い漆黒なんです。これは何かの偶然なのでしょうか。次に三つ目の理由として、刀に刻まれた滅の文字です。これが何よりも決定的な証拠ですね。第129話、刀鍛冶の里編を終えた炭治郎は、長屋敷で療養しているんですけども、そこに鋼塚蛍が新しい刀を持ってやってきます。この刀は元々より一ゼロ式の中に入っていた錆びた日輪刀で、あの時鋼塚は刀を磨いたことで完成していたんです。先ほど解説したように、この刀はですね、元々より一ゼロ式の中に入っていた錆びた日輪刀なんですけども、炭治郎は新しい刀を確認すると、滅の文字が刻まれているんです。ちなみにこの滅の文字は、刀を打った刀鍛冶が全ての鬼を滅するという意味を込めて刻んだものとのこと。そしてこの滅が刻まれた刀を使っている剣士が、炭治郎を除いてあと一人だけ登場しているんです。それが次国より一。第174話、国志望と一騎打ちをする80歳の次国より一。ポイントはここなんですけども、より一の刀をよく見ると滅の文字が刻まれているんです。以上より、より一ゼロ式の中に入っていた日輪刀は間違いなく次国より一の日輪刀だと思われます。炭治郎の宿敵であり、千年前の平安時代から生き続ける鬼の始祖、鬼舞辻無惨。そんな無惨を青い彼岸花という薬で鬼にしたのは一人の善良な医者でした。しかし善良な医者の正体や青い彼岸花の効果は未だ謎に包まれています。そもそもですね、鬼舞辻無惨が人間として生まれたのは平安時代です。先天的に病弱な体質であり、母親の腹の中にいた頃から心臓は何回も止まり、生まれた時には脈も呼吸もなかったので死産だと言われていました。荼毘に付されようという際にもがいてもがいて産声を上げた。なんとか死から解き放たれて産声を上げた無惨でしたが、彼の不幸は止まることはありませんでした。10代の頃に無惨は当時の医師からこう告げられるんです。20歳になるまでに死ね。そう、鬼舞辻無惨はまたもや死を宣告されてしまう。しかしそんな時に善良な医師が現れます。善良な医師は無惨の病状が良くなることを願い、まだ試作段階だった新薬を処方するんです。ところがですね、それでも悪化の一途をたどっていたことから腹を立てた無惨は、背後から刃物で頭を割り、善良な医者を殺してしまうんです。けれども善良な医者の薬は効いていた。皮肉なことにそれから間もなく薬の効果が現れ、無惨の体調は良くなっていき、さらには常人離れした強靭な肉体を手に入れる。しかし問題も、なんと日光の元に出られなくなり、人の血肉を欲するようになるんです。こうして無惨は鬼となった。しかし善良な医者はどうやって青い彼岸花という薬を生み出したのでしょうか。青い彼岸花という薬には実際に青色の彼岸花が使用されている。第127話によると、無惨を鬼にした青い彼岸花という薬には実際に青色の彼岸花が使用されていることが明らかになっています。つまり青色の彼岸花イコール日光を克服とは限らないんですけども、手がかりがそれしかないので、無惨は青い彼岸花を探し続けるんです。しかし無惨は青色の彼岸花を千年探し続けても見つけれなかった。というのもですね、鬼滅の刃の最終話によると、青色の彼岸花とは1年に 2、3 日、さらに日中にだけ花を咲かせるという希少な花で、しかも花を開いているのは昼間のうちほんの数分から数十分の間だけという非常に繊細な植物だったんです。そりゃ太陽が弱点の鬼では1000年かけても発見できませんよね。以上よりですね、青い彼岸花には実際の青色の彼岸花が使用されている。第127話より、薬青い彼岸花を飲んだ無惨は鬼になってしまった。このように言うことができます。つまり青色の彼岸花には人間を鬼にする成分が入っているんです。日光を克服するために青色の彼岸花を探していた鬼舞辻無惨でしたが、青色の彼岸花は人間を鬼にするための花であり、鬼が日光を克服するための花ではないんです。仮に無惨が青色の彼岸花を見つけ出したとしても、日光を克服できない可能性が高かったと思います。作中では明かされなかった唯一の鬼、新上弦の五。そもそも存在するかどうかも不明な鬼だったんですけども、その正体は明かされることはなく作品は完結。間違いなく鬼滅の刃の謎の一つでしょう。まずはなぜ新上弦の五の登場が噂されていたか簡単に紹介していこうと思います。ダキと牛太郎、そして玉子、さらにはハンティングのですね、上弦の六と五と四が死んでしまったことから、空席になっていた上弦の椅子に新たな鬼たちが座ります。第145話では新上弦の六として登場
生した改革、さらには第134話で新上弦の死として登場した泣き目。しかし上弦の6年がいるのになぜか5が登場しなかったんです。そんなこんなからネットや SNS では新上弦の5はどうなったと囁かれていました。しかしながら無限上では結局登場しないまま、もしかしたらこれから登場するかもしれない、そんな期待の中で無惨との最終決戦に突入します。そして迎えた第197話、無惨の衝撃波が産屋敷邸の親方様を襲った時には無惨の攻撃がこちらまで飛んできた。バカな、まさか居場所を蹴取られることはあるまいな。煉獄進次郎のあたかもこれから鬼に襲われることを意味するようなセリフもあり、新上弦の5がついに登場するのかなんて期待も。現に産屋敷邸では随時元音柱宇髄天元と元縁柱煉獄進次郎が常に警備していたこともあり、新上弦の5の来襲を予感させるものでしたよね。また宇髄天元が柱の中で生き残っており、産屋敷邸を警護しているのもポイントになっていました。というのもですね、新上弦の5の正体が宇髄天元の弟ではないかと言われていたからです。それはですね、海学や国志望のようにですね、闇を抱えているキャラクターたちが闇落ちして鬼化してしまった例からわかるように、冷酷な性格の宇髄の弟も同じように闇落ちするのではないかというのが理由でした。まとめるとですね、無限上編では新上弦の5のみが空席になっていた。第197話での煉獄進次郎の意味深なセリフ、宇髄天元の警備と冷酷な弟の存在、以上の3つのポイントにより新上弦の5の存在が噂されていたんです。しかしながら新上弦の5は登場しないまま、第203話で鬼の始祖鬼舞辻無惨は消滅。ではですね、なぜ新上弦の5は登場しなかったのか考察していきたいと思います。結論から言うと、新上弦の5が登場しなかった理由は改革の就任タイミングのマジックがあるんです。先ほど解説したように、そもそも遊郭編までは上弦の1から上弦の6までが健在でしっかり6人いました。しかし遊郭編では上弦の6のダキと牛太郎が、刀鍛冶の里編では上弦の5の玉子と上弦の死のハンテングが死んでいます。そして迎えた無限上編に入ったタイミングで、新上弦の6には改革が、新上弦の死には泣き目が就任します。でも明らかにおかしいですよね。上弦の死、上弦の5、上弦の6が欠番ならば、改革が上弦の5で泣き目が上弦の死に上から順番に入っていくはずです。にもかかわらず上弦の5という謎の隙間ができちゃってるんです。なぜか、その理由を解説したいと思います。そもそも遊郭編までは上弦の1から上弦の6までが健在でしっかり6人いました。しかし遊郭編では上弦の6のダキ牛太郎が死亡、このタイミングで新上弦の6として改革が就任しているんです。なので上弦のメンバーは遊郭編直後には一時的にこんな感じになっていたのではないでしょうか。しかし直後に刀鍛冶の里編では上弦の5玉子と上弦の4ハンテングが死んでいます。この刀鍛冶の里編後のタイミングでは改革がすでに就任済みで、泣き目はまだ普通の鬼だったので上弦の5と上弦の死のみが欠番になっています。そして迎えた無限上編に入ったタイミングで新上弦の死として泣き目が就任しているんです。つまり改革はダキ牛太郎の死後に上弦の6に就任している可能性があり、その場合にはですね、上弦の5を用意する必要性がないんです。赤座よ、気に食わぬのならば入れ替わりの決戦を申し込むことだ。鬼同士が争い位を入れ替える戦い、入れ替わりの決戦。公式マブックによると、基本的には12気づきの数字の昇格と降格は無惨によって決められるとのことなんですけども、例外として下位の鬼が上位の鬼にですね入れ替わりの決戦を申し出て、下位の鬼が上位の鬼に勝利した場合昇格することは可能なんです。さらには公式マブック2に記載された国志望の大将こそこそ噂話によると、入れ替わりの決戦について真実が発覚しています。それはですね、国志望と赤座はかつて入れ替わりの決戦で戦い、その結果国志望が勝利したものの赤座を食わずに生かしていたとのことです。そう、つまり入れ替わりの決戦に勝利すると無惨の許可制ではあるものの、負けた鬼を食って吸収することができるんです。入れ替わりの決戦についてまとめると、下位の鬼が上位の鬼に入れ替わりの決戦を申し込める、下位の鬼が入れ替わりの決戦で勝利すると昇格できる、勝利した鬼は敗北した鬼を吸収できる。とはいえ決戦というキーワードが出てきた時に今後上弦同士の戦いも予想されたんですけども、結局は決戦は実現されないままに物語は完結を迎えています。つまり入れ替わりの決戦はこれ以上の情報は明かされることがなく謎のままなんです。ではここからは入れ替わりの決戦の全貌について考察したいと思います。そもそも決戦はですね、作中では描かれなかったんですが、一体誰と誰が戦ったのでしょうか。先ほども解説した通り、公式ファンブックによると赤座と国志望が入れ替わりの決戦で戦い、国志望は赤座に勝利しています。だからこそ赤座は第99話でこう言ったんです。
俺は必ずお前を殺す。ちなみに上限の位置から一度も動いたことがない黒死亡は、赤座を含めて数百年で入れ替えの決戦を3回申し込まれている模様。もちろんですね、上限の位置から一度も動いてないので、黒死亡は3戦全勝しています。そんな赤座対黒死亡なんですけども、実は赤座はもう一人だけ入れ替えの決戦を戦っていると思われます。それがドーマです。最大の理由は第99話のドーマの発言です。第99話では、黒死亡と赤座のやりとりに対してドーマはこのように言っています。いやー、しかしだよ、黒死亡殿。申し込んだところで赤座殿は我らに勝てまいが、加えて俺に至っては、赤座殿より後に鬼になり、早く出世したのだから、彼も内心穏やかではあるまい。ドーマは赤座に対して、私たちには勝てないと自信を持って発言。さらには赤座より後から鬼になったドーマの方が、早く出世したことも判明しているんです。さらに第96話で、ダキ・ギュータローの前に登場したドーマは、当時上限の6だったということが分かっています。まとめると赤座よりも後から鬼になったドーマは上限の6にスピード出世します。その後も入れ替わりの決戦で勝利し続けたドーマはついに赤座と決戦で勝負。結果として赤座との決戦に勝利したドーマは地位を逆転し上限の2に君臨しているんです。ただしドーマが赤座に勝利したとして赤座を吸収しなかった理由は不明。吸収があくまでも鬼舞辻無惨の許可制だったのでドーマが赤座を吸収するのを無惨が許可しなかった可能性が高いです。もしくは女性を好んで食べるドーマにとって男の赤座はいらなかったのかもしれません。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では